で、あと6分で終わりですが、終わりましたらね、皆さん次の授業あるかもしれませんが、ちょっとでも時間があるからね、こちらに昆虫会がちっちゃいやつですけどあるんでね、よかったら覗いてください。昆虫会が CD などがありますので、興味があったら覗いてください。で、この話の続きが聞きたい方、この演奏の続きが聞きたい方は、ぜひ今日ショーケース来てください。で、ショーケース来ていただくとね、実はですね、寄付にもなるんです。それどういうことかというとですね、私生まれ北海道だってさっき言ったかもしれないけども、私実は先日の北海道地震でね、実家が被災しました。そして両親被災して、親戚も被災して、馴染みの飲食店も被災して、もう全員被災しました。そして私が日本に帰ってきて最初に国内レコーディングをしたのが6枚目のアルバムなんですが、それ向川町というところの山奥で撮ったんですが、向川町はもうはっきり震源地です。私がレコーディングした場所、今回震源地ですね。やっぱり結構落ち込むもんです。で、その日から私立ち上がってね、復興支援活動やってます。自分の仕事と並行して復興支援してやってます。で、今日のコンサートもね、T シャツ売れました、 CD 売れました、ライブで例えば多少経費が出ました、絵画が売れました、レッスン受けたい人にはレッスンします。で、全部寄付します。ただ、物資のために寄付したりとか、赤十字に寄付するのではなくて、またそのお金を持って何をするかというと、現地の子どもたちの教育支援に行きます。ね、地震の二次災害って非常に深刻なんです。子どもたち、感じやすい子どもたち。なかなか市とかが派遣したカウンセラーとかでは網羅しきれない部分があります。それを私やりに行きたいと思います。でもやっぱり北海道でかいんで、足代だけでは非常にかかってしまいます。なのでコンサートツアーの合間にそれをやりに行きますんで、皆さんがコンサートを今日見に来てくれただけでもね、寄付になります。よろしくお願いいたします。もしね、時間がある方。で、寄付っていう気持ちだけじゃなくて、今日のコンサートマジで面白いんで、ぜひ来ていただく。必ず得るものがある。もう 100% 保証します。はい、よかったらぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあそんな感じで、あとは手短にセミと共演しております。じゃあ、ワン、ツー、スリー。